各は、宮川は、広崎市に出展していた、日本の百貨店である。江戸時代に、広崎藩御用達の商人であった宮川家が1901年後副賞に、展示て開いた、各は、宮川五福店が、従来の本支店を統合して、広崎市一番町に、広崎では、随一の高さであった鉄筋コンクリート造り3階建て、延べ壺数540坪で、 エレベーターも備えた新店舗を1923年1月25日に完成させ、1923年2月1日に東北では初の鉄筋コンクリートの百貨店を開いたのが始まりである。営業初日には多数の買い物客が押しかけて大混乱が生じるほど好調にスタートし、1935年には5階建てに、 増築し多くの買い物客を集めていた。第二次世界大戦では広崎は空襲に合わなかったため店舗は無傷で残ったが、新中軍のヤンしとして接収され返還後に営業を再開することとなった。屋上遊園地にあった回転木場などの遊具が評判で、所得工場に伴う消費ブームが起きた昭和三十年代には土手町商店街を代表する 百貨店として、広崎市民の娯楽場として親しまれ、1959年には、青森県で初めて、パートタイマーの採用を行ったり、1965年のリニューアル時にはエスカレーターを設置するなど、半世紀以上にわたって営業を続けたが、1978年に建物の老朽化が進み、消防設備の整備が難しいとして閉店した。 この間の1937年に成立した百貨店法で加盟が義務付けられたため、1938年に日本百貨店組合が設立されると同時に、松木屋や菊屋百貨店と共に加盟したほか、戦後開業した新幸百貨店や五所川原市から進出した中山、青森市から進出した金町武田などのライバルが登場している。各は、 宮川の跡地に1980年に開業したファッションビルで、広崎のアルファベット広崎を英語式に読んで名付けられていた。この店舗は若者向けを中心とする75のテナントが入居して、当初は人気を集めたが、1994年3月4日に、大英が進出して1976年に進出していた伊東洋華堂と共に、 広崎駅前が商業の中心となったことや、1993年10月にビブレが土手町の店舗を廃止して郊外に移転し、1997年御所川原市に郊外型ショッピングセンターエルムの街ができるなど、郊外への商業機能の流出が生じるなどして、土手町商店街の集客力が低下し、 同じ土手町商店街あった中山が対抗して1995年に増殖をするなどして競合が激化したため、1998年6月に閉鎖に追い込まれている。跡地にはマンションが建設された。2017年撮影。さら地化されていたハイ・ローザの跡地を取得した広崎商工会議所が開いた屋台村だったが閉鎖され、 2011年3月28日にマンション業者へ売却された。東北最初の鉄筋コンクリートの百貨店で半世紀以上にわたって市民に親しまれたことから、青森県立郷土館や広崎市のお手もに広場ミニチュア建造物などに店舗のミニチュア模型が展示されているほか、ポスター、絵はが絵画、宮川風景などの資料が残っていて、 広崎城、築城400年祭記念事業企画展広崎の街並み4月3日から2010年5月30日開催などで展示されている。ありがとうございます。